こんにちは、さあやです。そしてはい、こんにちは、たんちゃんです。よろしくお願いします。今日はですね、七五三の7歳の女の子の着物があるということで、たんちゃんに紹介していただこうと思います。よろしくお願いします。でたくさん7歳さんのお着物が入ってきてくれました。こちらも仕立て上がっているもので、帯も作り帯なので安心です。着る際は肩上げとか腰上げの方をちょっとしていただければすぐにお召しいただけます。色も今3色ご用意させていただいてます。パステルカラーだったりとか、こういうちょっとくすみカラーが流行ってます。小物とかもセットになってるので必要なものが全て揃います。これすごい、帯と小物が布が同じなんだ。あ、そうなんです、なのでもうこのセットで統一感持ってお召しいただけます。七五三っていうと結構赤とかのイメージが強かったんですけど、そうですよね、結構こういう最近は優しいお色が増えたりしてます。かわいい。くすみカラーって昔はなかった色ですよね。そうですよね。7歳だと結構もうおしゃれさんじゃないですか。ね、本当ですね。そしたらやっぱり今風のお着物がいいなっていう子も絶対いますよね。ね、います、います。ちなみに今年の七五三って11月だったと思うんですけど、これは何月ぐらいまでに買えば準備が整うんですかね。そうですね、七五三の本番が11月頃になるので、その肩上げとか腰上げとかのご用意のことも考えたら9月10月頃に揃えていただいて、あとはお写真館での前撮りとかの日程に合わせてちょっと早め早めに動いていただけたら安心かなと思います。じゃあ大体 1,2 ヶ月ぐらいでもう準備が出来上がる。そうですね、もうお仕立て上がってるものなのですぐ来ていただけます。確かに前撮りとかって別日程でやることが多いから、11月よりは早めの方が、そうですね、早めに動いていただけると安心です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは今日は七五三の最新のお着物を紹介させていただきました。七五三のお嬢様がいる方はぜひぜひお店に遊びに来てください。